シーザー最低すぎるに対するみんなの反応を見ていくぜ。この辺読み返したけどやっぱあのクズ殺しとくべきだろ。あいつ最低なんだ。ここら辺の展開は少年誌でやっちゃいけない展開だと思う。これよくジャンプに乗せたな。これはただのビタミン剤じゃ、だってジャンプだぜ。これ巨大化は元に戻るんだっけ？ドクトリームは使ってたのか。若さの秘訣かい？ハッピーかい？ってそういう。あのババアはそういう外見だけ元気にするような薬使わないと思うわ。普通に啓蒙要素を克服めてたよねこの辺。パンクハザードは全体的に雰囲気が異質で好き。飴として与えてたモネは死んだのにクズは生き延びやがって。ここは当時衝撃だった。そんなストレートなやつありなんだ。ってなった。中毒作用のある架空の毒薬とかで濁しそうなものをストレートに来たからな。この時点でアウト通り越してたのに、ゾウとワノ国でさらにその上を行くとは。さすが麦わら海賊団が口を揃えてクズという男。これ以降の話大体シーザーが悪いからな。シーザーいなかったらゾウのミンク族助けられなかったけど。パンクハザードといいドレスローザといい若はちょっと擁護できないぐらい悪人すぎる。でも結構好き。ここからワノ国までほぼクズの責任案件大量に出てくるからな。シーザーって今どうなったっけ？でもチョッパーはシーザーとの友情の成果でランブルボール完成させたじゃないか。技術力だけは本物なのが立ち悪い。今でも依存や後遺症で大変なんだろうな。でも神秘美好きだろ。いや、クズは研究者としては技術あるのひどい。若さの秘訣ってまさか。でもランブルボール強化してくれただろ。クズ度合いだと作中最強だと思うこいつ。まあでもアポルでも許される世界だし普通に許されるだろ。このキャラでただの俗物なのがすげえ好き。ウソップのルフィはシーザーを許さないが好き。結局子供は治らないんだっけ？覚醒剤も治せないしスマイルも治せない。スマイルに至ってはローもマルコもいたのにダメだから。この世界ちょっと毒が強すぎる。一周回って好きだけど作中で今後むごたらしく殺されてても文句はないみたいな、そういうポジション。利用する必要はあったけど最終的に始末するべきではあった。ジェルマと合流したらなおさらヤバいことになりそう。ランブルボールのこと即理解してるのさすがすぎるクズ。最低だなビビ。誰だよ仲間にしようなんて言ったのは。新ビビって言われてたけど思えば真の新ビビは錦絵門だよな。ボロクソ言われてショック受けてなく程度の人並みな感情があるのもひどい。パンクハザードはモネとベルゴと言い当たら展開がシリアスよりだな。でもなぁ、技の名前はセンス良いからなぁ。カラクニは本当にかっこいい。エビス長はシーザー関係なくない？スマイル治らないんだあれ。メガバンクがシーザーに人道語ってたけど人体改造でクマ作ってるくせによく言えるわ。麦わら一味と長いこと旅を共にして最後まで嫌われたままだったのシーザーだけだしな。ゾウで毒中和した後殺しとけばよかったのに。次出てきたら問答無用でぶん殴られそうなキャラシーザーくらいしかいない。悲しい過去も何もないやつ。ルフィにすら変装見破られるレベルで嫌われてるのすごいぞ。クズ扱いされてちょっと悔しそうなのがさらに腹立つ。エキサイの二つ目返上しろクイーン。なんかしれっと生き残ってるけど死ななきゃダメだよなあいつ。名前出さなくてもクズで通じる。桃も下手すや中毒になってたんだなよな。最低最悪のクズなんだけど、こいつが新ビビとして一味になってる時期には好き。アニメでもまんまやったの？うろ覚えだけどドラッグにごく変えられてたはず。結構頑張ったなアニメ。じゃあヒゲはもっと怒っていいよ。悪魔の実の波長を狂わせてうんぬんとかいうわけのわからないランブルボールを一目見て理解して改善するやべえやつ。本人がやたら逃げ性能だけ高いカスよりの奥越えなのが腹立つ。ルフィが毒耐性とかわけのわからないこと言ってなかったら即全滅してた程度には能力使いこなして強かったろ。言っても監獄の毒よりは弱いから。毒毒にあれだけやられてもっとグロ状態になって復活したんだから全然わけわからなくないっていうか、むしろゴムだから効かないより納得っていうか、初見殺しが過ぎるだろこいつの能力。能力をきっちり鍛錬して使いこなしてるのが余計ムカつくクズ。パンクハザードはこの辺の剣が好きじゃない。チョッパーサンジって初多感あって可愛い。やったことの立ちの悪さと能力の高さ考えるともっと賞金額高くてもいいと思う。少量なら薬というか鎮痛剤扱いだけど多量ならって感じのものなんだろうか。ビッグマムからの研究資金で女呼ぶメンタルだけはすごい。気概だけは超大物だよほんと。ワノ国終わった後で再登場したらゾロにぶった切られそうだ。刀の錆にもしたくねえよ。ガス野郎でカス野郎。ビッグマムの命令で人体実験やったのに。
目標達成が無理だから途中で止めて研究資金着服はひどい。天才。能力はかなり強い。研究者ゆえに成分まで把握して活かしてるし。こいつなんでこのキャラ付けで顔も名前もかっこいいんだろ。ワンピ世界の科学者はマジで強い上に危険。あんな凶悪なのにやられた後の扱いというか落ち方ここまで悪いのも珍しい。全く腫瘍とかしてないだろうに中将より強い。ロギアの中でも相当凶悪度が高い。黙々しちょるだけのやつと対局に位置する能力。ガスタネット好き。こんなシーザーも若い頃は世の中を良くしようと科学を学んでいたんですよ。知らんけど。性格最悪だがコントロールはしやすそう。ガスティの携帯普通にイケメンだし似合ってる。さすがに子供に覚醒剤はねえわ。どう考えても。クズにならないと科学者にはなれん。フィジカルはあれだけど能力は普通に強い。性格はカスだしやったことはひどいけどキャラ同士の兼ね合いは割と好きだった。麦わら入りしてくれてもいいぞ。シーザー、皇帝、クラウン、冠。なんでこんな立派な名前なんだこいつ。スモヤンロギア最弱かもしれんし。クズなのにクズと言われると泣く異常者。サイコパスじゃなくて単純な私利私欲で行動してるクズだったな。天竜人に比べたらマシ。シーザーといいカリブーといい嫌いじゃない。作中でめちゃくちゃ嫌われてるの含めいいキャラだと思うよ。モネ殺したのは許さないよ。スモーカーの心臓だと思った。あいつ、脳が悪い。知らない。済んだこと。心臓悪魔の実は不完全ながら作れたのに巨人化の薬は無理なんだ。さすがにクズすぎるけどホールケーキアイランドはこいつのおかげで盛り上がったのも事実。ルフィキッドローのトリオより、ルフィベッジシーザーの方がワクワクしたよね。科学者のくせにスモヤンと違ってガスガスのみ使いこなしてんだよな。取り消せよ。黙々は使いこなしてもあの程度なだけだぞ。象の被害はこいつのせいだけどこいつがいないとその場で直すこともできなかったという立ちの悪さ。チョッパーの巨大化時間伸ばしたのこいつだから有能。この件も、子供たちの巨大化も、波の研究者なら数百年分の仕事したのかもな。ランブルボールは薬中の危険性はないんだろうか。だけど彼は作っただけなんだ。結局はどんな兵器も使うもの次第なんだ。そんな理屈を使ったとしても最低の糞野郎。そもそもおそらく依頼を受けて制作してるから。使うものを選んだのもシーザーという。なんだかんだ最後まで生きててほしい。俺は割とよしだよ。疲れるクズ。普通に敵でしかない目的も共有してない奴が脅されながら一味として動いてるって空気感実はちょっと面白かった。覚醒剤の危険さがむしろ伝わるから悪影響にはならんだろ。やったことゴミクズなんだけどなぜかスパンダムみたいな不快感はない。マッドサイエンティストキャラは大好きだけど、それはそれとしてシーザーは今後も雑に扱われてほしい。許さないでくれ。本当にどうしようもない。新ビビって故障だけは好き。科学者としての信念より俗っぽさが目立つんだよなこのクズ。